こんにちは、会長です。本日はですね、月曜日のメンテナンス後から、チュートリアルミッションというものが追加されるようになりまして、新規の方々がとてもね、入りやすくなりました。まあ、このタイミングで始めれば、だいぶね、こんな風に、本当にね、すごいんですよ。僕がチュートリアルミッションやって、この報酬をもらいたいっていうぐらい、めちゃめちゃね、破格な待遇と言いますか、はい、すごくね、すぐ強くなれる。すぐ楽しめる。っていう感じで、まあ、めちゃめちゃね、いいものになってるので、まあ、今回からね、チュートリアルから、まあ、このゲームの、まあ、そもそもの目的だったり、楽しみ方だったり、あと機能だったり、まあ、たくさんあるんでね、それらを皆さんにお伝えできればなと思います。はい。じゃあ早速ね、今回はチュートリアルから、まあ、試合に入れるまでで、まあ、どんなゲームで、まあ、どんなところをね、意識してチュートリアル進めていけばいいのかっていうのをね、実際にやっていきたいと思います。はい。まあちょっとね、語り口調はここまででやっていこうと思うんですけど。そうですね。まあ、このゲームは、まあ、3対3の、陣取りバトルなんですけど、まあ、既存のね、上手くなりたい方向けとか、まあ、楽しむ、ために、いろんなね、動画を出しているんで、まあ、いきなりね、始めたいと思う方が見てるかはちょっとわからないんですけど、まあ、あくまで、新規の方、初心者の方に向けてどんどんね、やっていこうと思います。本当の基礎の基礎、もう最初のね、やり方みたいな、プレイの仕方みたいなところから始まるんですけど、まあ多分すぐね、初心者の方が、まあある程度ね、ちゃんとしっかり戦えるようになるため、まあ楽しめるようになるためのね、動画に続いていくと思うので、気長にお付き合いください。はい。まあ早速ね、まあ名前はいくらでも変えれるんで、なんか、カッツバルゲレでいきたいと思います。で、アイコンも好きなように設定できるし、これからね、増えていきます。僕はボイドル使いなんでボイドルにしましょうか。いやめちゃめちゃ久々なんだけど、一応ね過去に転生コンパスみたいな企画で2回ぐらいねアカウント作り直して1シーズンでどれだけ、シーズン頑張れるかっていうのをねやってみたんですけど、まあそれ以来ですね。だからこのチュートリアルは本当に3、4回目ぐらいかもしれない。はい、そんな感じです。3対3のリアルタイムバトル。で、まあ戦っていくんだけど、メインは陣取りゲームでポータルを取っていくというね。でその戦うためにこのカードがあっていっぱい種類がありますと。一応ね多分これスキップもできますね。なんか過去にリセマラとかやった記憶あるんで、でも基本的にリセマラはあんまり必要ないかなって思ってます。まあ、やっていくうちにキャラはね揃っていくんで、まあ、どうしてもこのキャラが可愛くてとか見た目が好きでやりたいとかだったら、まあ一応ね、リセマラしてもいいんじゃないかなと思います。僕はねジャンヌが好きでリセマラして始めたんで、まあそれでもいいかもしれないですね。まああとはその今の環境で強いキャラとか、まあその動画見てとか他のまあ誰かやってる人とか上手い人に聞いて、まあ、それをリセマラして始めるっていうのもいいかもしれない。まあただまあとりあえずそんなにリセマルは必要ないかなっていう。それはコンパスのいいところだよね。うん。なんか始めるかってなった時に5時間リセマルしないと始まんないとか、まあザラにあると思うんですけど、まあ、このゲームは基本的にすぐ始めれるんで、いいですね。はい。じゃあ早速ね、ヒーローを動かしていこうと思うんですけど、この白い操作エリア、ここですね。出てきてますね。ここら辺で、動かすと、指を。まあ、どこ置いてもいいね、指は。で、この緑色のアタックリングっていうんだね。初めて知ったね。が、攻撃範囲ですね。はい。はい。まあ、これは自動で攻撃してくれますよと。まあ、これで殴っていくっていう、まあ、感じなんで。基本的なね、戦いは、この緑色のエリアに入れて、殴ってキルして、ポータルをね、陣取っていくっていう形ですね。で、そのポータルキー陣取りバトルっていうのが、どんな話かっていうのを今やってるかな。勝利条件はポータルキーのジャックです。タイムアップ時にポータルキーの多いチームの勝利になります。はい。99時間99分になってますけど、どんだけやるんですかね。で、このポータルキーの近くに行って、パッて離すだけで、パッて取れちゃいますね。はい、大変よくできました。ありがとうございます。指を離さないと、全然ね、スルーできますと。あれ、敵が来た。取られたし。お、いなくなっちゃいましたね。なんか、取るだけ取って、帰っていきました。で、取るだけじゃなくて、相手が取ってる、陣地もあるんで、それを取り返しに行くと。で、このヒーローアクションのダッシュって何ぞやって話なんですけど、このさっきのカーソルが移動できますよ、みたいな、これで移動できますよっていう、この白いエリアを長押しすると、ダッシュしますね。はい。ただ、全員が全員どのキャラでも長押ししたらヒーローアクションが発動してダッシュするってわけでもなくて、このゲーム4つのロールがあって、ヒーローの中でその4ロールに分かれて、まあ、それぞれのね、役割があるんですけど、まあ、このメインのキャラはチュートリアルのスプリンターっていうね役割で、このスプリンターは全員、まあ、ダッシュができますよっていう、そういうね、特徴があります。だから、あとタンクとアタッカーとガンナーがいるんですけど、まあ、他のキャラは長押ししても全然ね、ダッシュはできません。で、さっきみたいに近づいたら、指を離してポータルを奪うと。で、取るのにはちょっと時間かかります。で、長押しすると早く取れます。これめちゃめちゃ大事。これはもう無意識にね、できるといいですね。まあ、とりあえず取ったら、長押しすると。そうすると、早く取れます。はい。バトル基本操作。近づいて、ポータルキーダッシュ。そのポータルキー取ったものの、上で待っていると、勝手にね、ポータルキーが拡張されて、相手に取りづらく、できますと。広ければ広いほど相手が縮める時間が長くなるんでっていう感じで、さあ次はどんなチュートリアルなんでしょう。お、実際に3対3が始まりました。カツバルギルいきましょう。歩いてる。じゃとりあえず片っ端から取っていきましょう。まあ、さっきみたいにこの白いエリアで移動してってっていう。で、何も言われてないんですけど、この白いエリア以外を触ると、まあ、こんな風に視点操作できます。まあ、そこは多分どこでも一緒ですね。うん。まあ右の手で視点操作してもいいし、左の手で視点操作してもいいしっていう。で、なんか、キルしてくれてますね。うん。緑色のエリア内に入れて、殴り倒して、キルすると、チームのレベルが上がっていくというね。このなんかピカピカ真ん中に光ってる。レベル1からレベル9まであります。で、レベルが上がっていくと、この下のね、数字が書いてあると思うんですけど、剣マーク、縦マーク、ハートマーク、まあ、攻撃、防御、体力なんですけど、まあ、そこら辺のステータスが上がっていきます。この試合中限定でね。だからキルをして相手とのねステータスの差をつけて、どんどん試合を有利に進めていくって感じですね。でこうカーソル入れて殴ってっていうね感じなんですけど、ここでカードスキルが出てきました。はい、このね謎の N って書いてあるカードなんですけど、カードを上に引っ張ることで、発動できますと。左、これですね。これを上にポッやるとポッってスキルが発動しますと。カードスキル発動したカードはしばらく使用できないようになります。まあここにね切ったカードに 12.6 って書いてあるんですけど、 12.6 秒のことで、まあそれまでは使えないよっていう話ですね。強いカードほどこの数字が大きくなって、まあ、クールタイムっていうんですけど、重くなってしまって、難しいですね。まあ、回転率が大事だったりね、まあ、強力なスキルが大事だったりね、変わってきますよね。そこら辺のバランスは、そのデッキの4枚の組み合わせでうまくバランス取っていくんですけど。で、左下のヒーローアイコン。こいつの顔ですね。こいつの顔、マークあるんですけど、これも上にポンってできる。でこれがヒーロースキルって、まあ、このゲームの一番の強い必殺技なんですけど、これもキャラごとに必殺技はもちろんね、違います。でこのキャラは周りにダメージを与えられるなんか変なやつを出します。でこれは本当に近づいてるだけでダメージが発生します。この緑色のカーソル内に入れても止まんなければ殴れないんですよ。ただ、このね、ヒーロースキルを展開していれば止まんなくてもダメージが勝手に入っていくっていうね、素晴らしいですね。で、ポータルキーを全部取ったので強制終了です。試合が時間がね、終わるまでに多くの本数を取っているか、全部のポータル本数を取るか、まあ、どっちかですね、終了条件は。はい。データチップからカードとカードの強化に必要なカードエナジーが入手できます。このチップからね、カードとエナジーが出てきますと。まあ、ブロンズチップがあるってことは、さらにその上ももちろんありますね。はい。で、その上のチップからもっと強いね、カードを手に入れて、まあ、そのカードで、下3期の4枚のデッキ組んでどんどんね、勝ち上がっていくと。で、基本操作出てきましたね。カードスキル発動上フリックで、ヒーロースキル発動がさっきの顔マークを上フリックで、属性変更っていう説明が全くなかったんですけど、下フリックもありまして、下フリックすると属性が変わります。まあ、このゲームね、まあ、このチュートリアルの今の画面にあるように、なんか全体的に青いカードと赤いカードがありまして、まあもう一色ね、左下にあるように緑のカードもね、ありますと。はい。で、この3色で、弱点が決まってて、まあポケモンみたいですね。水と火と草と。まあそんな感じで。で、相手に弱点を突かれないように、そのカードを下フリックして属性を変えて、で、相手の弱点をつけるように、自分の、属性を変えてっていう、まあ、感じですね。まあ、そこら辺をうまくつけると、有利にね、試合を運べますと。で、こんな感じで、さっきのブロンズもありながら、シルバー、ゴールド。で、一番上の 64GB が、プラチナチップですね。これはいい。プラチナチップは素晴らしい。はい。って感じで、バトルリザルトが来ていますけど、ポータルキー5本取ったんで、僕らのチームが5本。で、残り時間が31秒。で、ウィンと勝ちましたと。はい。で、スコアは、まあ、ポータルを取った数とかですね。はい。で、カードを切ってもポイントは貯まります。うん。まあ、試合の貢献度って言えば早いんですけど、ただ、見えない貢献っていうのはね、もちろんあるわけで、まあ、そこら辺はおいおい話していくんですけど、まあ、これだけが全てではないよっていうね、話ですね。はい。で、なんかアドバイス来てます。スプリンター動き回って、牽制してみましょうっていう。はい。まあ、そんな感じで、チュートリアル終わりました。まあ、こっからはね、画面の説明に入って、まあ、この画面の中の操作で、まあ、いっぱい準備して、まあ、いろいろね、触っていって、まあ、またね、実際にバトルに入って戦っていくっていう形になっていくんで、まあ、この画面の説明かなりね、種類が多いんで、また再度ね、動画にしていきたいと思います。はい。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっとね、初めての方には、ボリューミーな感じになってしまったり、まあ、今までね、動画を見てくれた人には、まあ、当たり前だよねっていう話なんですけど、まあ、でも、久々にね、こういうチュートリアルを改めて確認して、あ、これ重要だなとか、あ、こういうことできたんだみたいなっていうね、新たな発見もあるかもしれないんで、お付き合いね、ありがとうございました。はい。まあ、まずはね、ゲームを楽しむのが一番なんで、まあ、とりあえず、基本的な、まあ、操作と、機能から説明していきます。上手くなるとか、まあ、そういうのはね、二の次で強いキャラ、強いカードっていうのはもちろんあるんですけど、そういうのはもう本当に2の次3の次でいいんで、とりあえずやって楽しめればいいって感じで、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。